府警が女の身元割り出して事情聴取したとするどういうことよ。あ？どういうことだそれよ。こいつらお前市内全域の医療施設全部回って稲妻たけしの写真加工に見せたってお前全部空振りだっただろよ。どういうことだそれ。お前も暴れたんだろうね野郎。すいません、どこ回ってたんだよ野郎。どこ回ってたんだよこの野郎。すいません。おい、おい、いいかお前、捜査本部徹底的にマークしろ。何としてもお前女の居場所をつかむんだよ。待てろ、それは持ってくんじゃねえぞこの野郎。よし、やんなこの野郎。ああ、巻かれた、巻かれたこの野郎。どこで、横浜だこの野郎。横浜だよ。くお前シャシャとんなこと言えんなこの野郎。持ってこい持ってこい、全員持ってこい。縁故飛ぶ格好で持ってこいんだこの野郎。失礼します。なんだなんだ、入れよ、まだな、ろくでもない方だったら埋めるぞ。あ、いえ、あの、言われた通り神戸に張り付けましたところ、あの、網にかかりました。じき、いい知らせが来ると思います。そうか、あんな、そうか、そうか、そうか、よしよしよし、どうしよう、血出たんだもん。大丈夫っす。失礼します。今年の冬はスキーに行こうな。はい、ありがとうございます。